ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がトヨタ GR-MN ヤリスサーキットパッケージ2023年式走行距離50キロこちらの車両になります。すごいのが来ました、はい、そして何を隠そう、私これ応募しました外れたんですか。見事に外れました、はい、で外れた車をこんな機会に試乗させていただけるとはわからないものですね、はい、そうですね、はい、でこちらの車ご存知ないよっていう方も多いと思いますんで、まずこの車の紹介からいきたいんですけども、はい、こちら2022年のオートサロンで発表された、まあ、ヤリスのもう究極系のやつですよね。そうですね、はい、で GR ヤリスってもうそれでも十分すごいスペックのヤリスもありますけど、さらにその上を行くもう本当にサーキット専用って言っても過言じゃないぐらいすごいヤリスになってると。すごいヤリスです ね、 そ, うですね。そしてこちらなんと500台限定販売されたんですよ、ね、はい、月村さん何人応募が来たか知ってます？僕含め どれぐらい計1万人らしいですよまあもちろんちょっとその純粋な方じゃない、まあまあうん、ちょっとこうふわふわっていう方もいらっしゃったと思いますけど、はい、それでもすごくないですか？1万人殺到っすよ、うん、でそんな GR-MN なんですけれども3種類あるということで、はい、スノー GR-MN とあとサーキットパッケージ、今回ご紹介させていただくパッケージ、はい、あとラリーパッケージって言って、うん、もうその名の通りラリー仕様になってるパッケージもあるんですよね、はい、でそれぞれ価格が違うんですけれども、今回ご紹介させていただくこのサーキットパッケージが定価で846万円、はい、で乗り出しおよそなんか1000万円近くなっちゃう個体もあるとかないとかっていう風に聞いたんですけども、もう普通のヤリスから考えたら、ね、ちょっと桁が違う、信じられない感じなんですけども、でもいろいろ調べるともうそれなりのことがやっぱりやってあるということで、その辺を今回詳しくご紹介させていただきたいと思います、はい、でまず GR-MN っていうところなんですけど、 MN って何の略だか知ってます？マスターオブニュルブル なんちゃらみたいな、マイスターオブニュルブルクリンクということで、ニュルブルクリンクのマイスターっていう意味合いらしいですよね、はい、で GR はもちろんガズーレーシングから来てるってことなんですけど、これなんかすごく深く関わってる方で、成瀬さんっていう方、トヨタのテストドライバーの方らしいんですけど、その方にちょっとこうちなんでというか、はい、っていうことみたいです。でその方がトヨタのテストドライバーずっと長いこと勤められてて、1979年に本社高速ドライバー教育っていうのがスタートして、そのテストドライバーを育てようとトヨタの中で、でなんか300人ぐらい選抜されたらしいんですけど、その中の本当にトップ、映画トップガンみたいにその中からさらに選抜された9人を教える役として抜擢されたのがその成瀬さんという方らしいです。なんでその時の異名がマイスターオブ、まあ、ニュルブルクリンクということで、そしてその後もう前社長ですけれども、はい、トヨタ明夫社長とガズーレーシングを結成して、で最終的にここになってると。そしてその成瀬さんなんか2010年に残念ながら交通事故で亡くなっちゃってるらしいんですけれども、はい、その方のこのスピリットがそのまま受け継がれた車ということで、その成瀬さんという方なんですけど、もう数々のトヨタの名車、特にスポーツカーをいろいろテストして仕上げてきた方らしいです。 2000GT とか、うん、86とか、はい、前の86ですね。あとはセリカとかスープラとか、なんか LFA もまあらしいです。で今回この車なんですけど、ヤリス何度か撮らせていただいて、僕なりに詳しく勉強してご紹介させていただいた動画もあるんで、今回はちょっとそのこの車両のちょっと変わってるとこだけバババッとご紹介させていただいて、はい、まあ、大元のベースになってるところはあの別の動画がありますんで、そちら見ていただけるといいんじゃないかなと思います。でまず外観なんですけど、そんなにこう大きく変わってないんですね。まあフロントから見るとそうですね、まあ、ポイントとしてはこのカーボンパーツ、うん、まあ、ボンネット、ルーフ、リアで、ルーフに関してはあの通常の GR ヤリスもカーボンですけど、ちょっと目が違う、そっちの綾織の、そしてボンネットはこのダクトがついてるこちらのタイプになってる。もともとアルミのフードなんですよね、うん、にもかかわらずさらにカーボンにして、こう熱がこうダクトがつけて抜けるようにして、でなおかつ軽量にもなってるということで、こちらのフードになってる。そしてバンパーなんかもおおよそ形一緒っすよね。そうですね、はい、ここが足されてるぐらい、うん、ただこれもなんか GR の普通の方のハイパフォーマンスの方でも設定ある感じのシルエットなんで、前回りはそんなにあんまり変わってないかな、うん、本当にバッチがついてるぐらい。そして、まあ、バンパーの素材が薄いだとかどうだとかっていうのはその別の動画で喋ってますんで、うん、ぜひぜひ見てみてくださいそして早速足元行っていいですか？これデザインも、はい、あのそんなに変わってないなと思ったんですよ、うん、そうですね、はい、そしたらなんとこれサイズが半 J 太くなってるということで、うん、通常 8J のところなんと 8.5J のBBS の鍛造ホイール。そしてこれタイヤがやばくないですか？やばいですねこれ市販車、新車で販売してる車になんとアドバンの A052 ということで、もうほぼこれ S タイヤらしいですよ、うん、ここだけ寄りで見たら
ヤリスとは思えない、ね、メーカーから出てくる車じゃないですよね。でこの052っていうタイヤなんですけども、あのおなじみネオバよりさらにこうグリップ性能が上がって、一応クラス的にはラジアルなんですけども、かなり S タイヤに近いグリップが発揮できるタイヤということで、これすごいですよね。すごいね。そしてブレーキはここもあれですよね、ハイパフォーマンスあんまり変わらないんじゃないかなっていう、対向キャリパーと2ピースのローターで、ラリーパッケージとかだとなんか2ピースじゃない、うん、普通のワンピースのローターになったりだとか、あとパッドももちろんスポーツパッドになってるということで、はい、であと足元もこれ買ってるらしいですよね、うん、なんとビルシュタインの車庫帳が標準装備ということで、標準でね、はい、すごいですよねまさか国産車からこんなすごい車が出てくる時代になるとは、というわけで足元もしっかり変わってると。でもちろんあの調整ができますんで、でこの調整に関してなんかプログラムがあるらしいですよ。なんか有料になるらしいんですけど、アップデートプログラムとあとパーソナライズプログラムっていうのがあって、なんかエンジンのアップデート発表されたらそれに対応してアップデートしてくれるみたいな、はい、だとパーソナライズプログラムっていうのがその車高だったりだとか、あとはミッションだったり、はい、あとはステアリングのフィーリングだったりだとか、あとそのソフトウェアで変更できるもの、その辺なんかを調整してくれるプログラムがあるってことなんで、まあ、そこまで含めてのこの車みたいですね、はい、だから単純に金額だけで聞くとすごい高いなみたいな感じですけど、一応そういうサポートも、まあ、優勝ではありますけど入れるっていう車になってくる。フェラーリでもなんかそんなのありましたよね。そうですね、なんかサーキットまで車持ってて全部やってくれてみたいな、そういう感じのもう車だけじゃないトータルでサポートしてくれるようなサービス。ただ車だけ細かいとこ見てても決して高くないっていう、本当には結果的になっていく車ですけどね、はいはい、そしてこちら見えないところであるんですけど、ボディがなんとめちゃめちゃ補強されてて、はい、通常の GR ですらヤリスとか他の車に比べて200発ぐらいスポット増し、はい、要はこの接合部のこの溶接が増やしてあって、はい、接着剤もなんか 10m ぐらい増やしてあるらしいんですよ、うん、それにプラスしてさらに、なんと545発、はいはい、スポット増しとさらに 12m 接着剤が延長されてるらしいです。どんだけ硬くしてんだと。そうですね、ということでもう増し増しのさらに上を言ってる感じ、はい、でこれはちょっと行動ではおそらく分かんないですよね。分からないですよね。もうサーキットレベル、はい、ただなんかこのパッケージとあとこのタイヤだったら足回りってことなんですけど、なんかつくばでも普通の GR とあの競争しても3秒ぐらい違うらしいですよ、うん、だそのぐらいもうポテンシャルが上がってるということで、そして後ろもだから横もあんまりシルエット変わらないですよね。そうですね、はい、そして後ろももちろんこの太いタイヤが入ってると、うん、これ後ろもいい感じですね。そうですね、ここのシルエットが全然違いますもんね、はい、で通常だとミシュランかもしくはダンロップのタイヤってことなんですけども、こちらの場合もうタイヤがそもそも違うんでシルエットも全然変わってくると、はい、そして後ろに行くとこの大型のドランクスポイラー、これも市販車についてくるものじゃないですよね。ここ下がってて、そして全部カーボンと、ステーはアルミですかね、はい、うん、そしてルーフももちろん同じカーボンになってると。で通常の GR ヤリスだと僕知らなくてコメントで教えていただいたんですけど、あれってステッカーなんですね。中ちゃんとなんかフォージドカーボンが入ってるらしいんですけど、はい、上になんかこの柄のカーボンのステッカー貼ってあるらしいです。だから剥がすとなんか出てくるらしいんですけど、それとまた違うのが使われてるということで、うん、そして後ろも GRMN の、どうでもいいですけど MN って言いづらいですよね。そうですね、ちょっと言いづらいよ、ね、はい、がしっかりエンブレムで入ってる、はい、なんで外観は本当にニュアンスがちょっと違うだけ、うん、あれなんか雰囲気違うなぐらいの、ちょっといじった GR ヤリスかなみたいな。であのオプションカラーというか新車時の50台限定でマットスティールっていうグレーというか黒というかの車もありましたけども、それだともう全然違うなっていう感じしましたけど、この白の場合だと割とこうさりげない感じがして、まあさりげなくないけどね逆に透かして乗るのにすごくいいなと思っちゃったんですけども、こんな感じのエクステリアになっております、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、でよくあの補強されてる車だとこうドア閉めて分かるじゃないですか、うん、分からないですもうGR ヤリスは確かに普通のヤリスより全然違うなって感じしましたけども、うん、そして内装はご覧ください、なんとレカロのフルバケ200ということで、はい、これアルカンターラですか、うん、ちょっと分かんないですけど、このスウェード調の表皮のシート、なんと2脚の、そして2名乗車ということで、うん、これ僕がミニでやってたやつじゃないですか比較しちゃいけないですけど、こちらのフルバケのシートレカロ製になっております。これちゃんと GR の刺繍も入ってて、でこれレールも GR の、これステッカーですかね、ステッカーで GR が入ってると、ね、そしてなんとこちら純正のフルバケということで、エアバッグもサイドについてるということで、うん、はい、これないっすね、なかなかアフターじゃ絶対ないですもんね。そうですね、まあメーカーが出してきてるっていう、ね、なんでしっかりこの辺の装備なんかもついてる、はい、そしてそれに伴って
ステアリングだったりシフトなんかも同じようにスウェード調のステアリングになってると。で赤がこうアクセントカラーでセンターマーキングだったりとかシフトのリングの周りだったりその辺も入ってると。であと全体的にパワーウィンドウのスイッチだったりとかシフトの周りのパネルだったりもなんかちょっと手触りが不思議な感覚のちょっとザラザラしたちょっとメタリックが入った塗装になってるということでこんな感じの内装になっております。続いて乗ってみたいと思います。これ改めて乗るとこれサイドスカートすっごい出っ張りっすね。結構よいしょってまたぐ感じになるんじゃなかろうかと思います。そしてマットも GRMN になっております。そしてフルバケはあの割と慣れてる方だと思うんですけど結構やっぱり横高い。ただあれ市販のレカロと全然違いますね、うんうん、そうね。すごいこうウレタンが肉厚というか、肉厚な感じはしますね。しますよね、うんうん、だから座り心地はそんなにこうフルバケだけど悪くない、うん、本当に包み込まれる感じがします。で身長175センチ、体重の僕でもこうしっかり収まるゆとりのサイズになっています。そしてスライドとあと調整はこれあ一応微妙に高さ調整はできるようになってますね。一応今一番あ前が上がって後ろが一番低くなってるんですかね。で高さ的にはいや全然ちょうどいいかもしれないです、はい、で前下げるとこれ下げすぎになっちゃうかもしれないんで、まあ、かなりいい感じです。そしてステアリングはこんな感じで省略されてて一応こっちオーディオのコントロールがついてるんですかね。ただオーディオはもちろんレスということで、ただスピーカーは一個一個入ってるみたいですね。ドアとこっちのドアとこっちのドアに2スピーカーでは一応備わってるらしいんで、まあ、デッキを入れれば音は出せるということです。ただちょっとそのサーキットに特化みたいなコンセプトだったらこれ自身いらなかった気がします、うん、これ RC のグレードだと確かここ小物入れになってるんですよね、うん、それで良かった気がするんですよね。交換できるのかしら分かんないですけどもこんな感じに、まあ、もちろんナビつけようと思えばナビはつけられるということです。そしてメーターも専用のメーターこのカーボンのタイプ、そしてこっちにMN のロゴも入ってる、はい、そして280キロはさすがに出ないと思いますけども280キロまで振ってあるとこちらのメーターになっております。そしてこの辺は一緒ですもんね。そうですね、はい、そしてあとは四駆のトルク配分がだいぶ変わってるということでトラックにすると、50対50の四駆の比率だったのが、45対55になってあとはセッティングなんかもかなり見直されてるそうです。そしてここに GRMN のこのマークというかプレートもついてると。そして天井はこれ変わってないですよね。一緒ですよね。このスウェード調のピラーとビニールのバザーとこんな感じです。ああとそっかあとペダルもここも変化なしですよね。そうですね、はい、ここも他の GR と一緒だと思います。まあもともと GR 自体かなりこうレイアウトもいいし使いやすいんでちょっとこのフットレストがちっちゃい気がしますけども、まあ、この車のサイズにしてはかなりいいんじゃないかなと使いやすそうです。続いてドラッグ見てみたいと思います、はい、足で開けるのとかパワーがどうとかそんなのはどうでもいいんですよ、はいはい、もちろんフル手動のこちらのトランク、うん、そしてご覧ください。なんと2名乗車ということで後ろがこちらの補強が入って2名乗車になっているということで荷物はまあ多分ダメなんでしょうけど使い勝手的には、うん、置くことはできますよね。そうですね、はい、トランク側にも後部座席側にも置けるということで、うん、そしてこの下はこれはもう前回あの GR ご紹介させていただいた時に見ていただいたと思うんですけどインタークーラーの水吹くやつですね。ウォータースプレーこちらとだとはバッテリーがだここまで重量配分全部計算されてるわけですからね。すごいですよね、はい、ね、こんな感じになっております。じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。でエンジンも全然違うのかと思いきやそんなにこう変えてないんですよね。そうですね、はい、っていうのは排気量の方はもうおなじみ 1.6リッター、正確に言うと 1618cc の直3ターボで馬力の方が272馬力ということで他の GR となんと一緒ということで、ただトルクが20ニュートン増しになってるらしいです。だこれは本当にセッティングだけで多分トルクがこう太るようなことになってるんじゃなかろうかなと思います。でいろいろ調べたんですけどなんかパーツ交換してるとかっていうのは書いてあるところはなかったんでおそらくセッティングじゃないかなと思います。そして他のパーツが結構すごくてですね、なんと前後機械式の LCD が入ってたりだとか、はい、あとはクラッチもおそらくなんですけどこれ小倉クラッチの ORC だと思います、はい、あとこれに組み合わせるミッションの方が6速のミッションなんですけどもこれがただのミッションじゃないらしいです、うん、そうですね、なんと中身をそっくり交換して、はい、クロスレシオ化してるそうです、うん、でファイナルは変更もちろんなんですけども1速3速4速5速の素材まで変更してパワーがロスなく使えるように、でなんかこれがもうレースからの思いっきりフィードバックらしいですよ。
なんでより耐久性のあるような素材のギアになっているということで、こんなミッションと組み合わさっております。だとこれボンネット素材、これ表と裏で違うんですね、折りがね。裏側はなんとこの大きい目のカーボン、素材も結構薄いっすね、うん、ただこれダクトがどこに抜けていくのがちょっと謎なんですけど、ただこれ、通常は雨よけでこの蓋がついてるんで、あ、そういうことなんですか。本格的に走りたい時はこれ外して、外せってことなんですか、うん、そうそう、あ、なるほど、はい、ということでこんな感じになっております。らしいですね、はい、続いてマフラーの音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう、はい、まさかこんな形でこれに乗ることになるとはわ、シフト違う気がします。普通の GR と、はい、硬い気がする。そしてさらにショートになってる気がする。だって一足これしか倒れないですよ、うん、そうそうそう、普通のより硬くなってる気がします。うーん、普通の GR 乗ったことないんでなんとも言えない。あ、本当ですか。アリーナで乗せていただいたんですけど、普通のよりちょっとショートになってる気がする。さらにでもちょっとこれはもうちょっと頑張ってほしくなかったですか、うん、そうね、音はね一緒っすよね、多分音てか GR の普通のを紹介させていただいた時も同じこと言ってるんですよ、うん、いや音がってやっぱりここのぐらい特別になるとちょっとその音も欲しいじゃないですか、そうね、演出も、うん、クステリアのデザインもなんかもうちょっともう一頑張り欲しかったなって個人的には思ってしまいました。うわうわうわ、え、マジっすかこれ、ゴリゴリ言うよね。え、機械式の LCD が入ってるからですか。うわ、これ全然違う乗り物だすげえ。ですね、まず硬い、うん、信じられないぐらい硬い。これ足がじゃなくてボディが信じられないぐらい硬い。これ競技車両っすね、うん、本当にこうボディがこう少し動いて足が動くとかじゃなくて、うん、ボディがっちりしてて足だけこう動いてる感じですよね。なんかこうしならせてとかたわませてみたいな感じはないっすね、ボディにはないよね。で足がちゃんと動いてるんですよ、うん、こうやってそれわかる、うん、すげえ、これすげえな。ちょっと舐めてました、うん、運転するとあ、はい、レース用の車だなっていうのは、そうっすね、だってさっき駐車場から出ただけでゴリ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 ってシフトの感じももう違うよね。全然違います。全部正確にカチッと入る感じですね、うん、うわ、ステアリングも全然違う。フィールが遊びが少ない、うん、いやマジでこれすごいすごいすごい。これ売っちゃうんすか。これすごいな本当に。メーカー純正ですからね。ですね、全てにおいて遊びが本当にない、うん、もう全部リニアに動いてくれる感じ、すごい。足はもう正直結構硬いんで、これだからよっぽど好きじゃない方だとちょっとただの乗り心地悪い車ですよね、うん、すごいなこれ。そして結構うるさいっす、うん、なんか20キロぐらい軽量になってるらしいですよね。で車高1センチダウンって書いてありました。なんでいろいろなそんなボンネットとか、うん、あの辺の積み重ねで、まあ、軽量になってると。だ遮音棒はこう極力最低限みたいな感じで、ね、そうですね、まあ元々入ってないですからね、うん、でも全然乗りやすさもありますね、うん、めちゃくちゃ乗りづらいって感じはしないですね。なんか本当に競技車両みたいに礼儀作法をわきまえないと全然進ませることもできないって感じはしないです、うん、ただシフトはもうびっくりするぐらい硬い、うん、カッチカチです。はい、カカカカってなるよね。お笑い芸人じゃないけどカッチカチやぞ、するガコッて。ちょっとやる気にさせるよねこのシフトの感じはね。そうですね、すごいガチャって入る、うん、あ、でもやっぱりちょっとバキバキって言いますね、うん、いいですかちょっと、はい、あーでも加速は、うんうん、
るさいしかも加速はそんなびっくりするぐらいじゃないですね、うん、トルクはやっぱり20ニュートンアップしてるんで、まあ、乗りやすく回転あのパワーバンド外れても加速するようにはなってますけど、そんなに劇的に例えばコンピューターチューニングした車みたいに、うんうん、まあ、全然普通のと違うって感じではないですね。あ、ブレーキも一緒かな、これブレーキもなんか効くようになってる気がするんだよな。あ、分かりました。これあれだ、ボディと足回りが違うからブレーキ効くように感じるんですね、うん、そうだ多分。これすごいっす、乗るとあすげえんだなっていうのが、はあ、いやもう乗る前はいやいや言ってもそんなんじゃないでしょって思ってたんですよ。むしろ普通の GR、うん、なんだったらもう RC の出来が良すぎて、うん、もうかなわないでしょと、もうちょっとニュアンスが違うくらいでしょと思ったんですよ、うん、全然別の車だった、これすごい。ちょっとじゃあ信号曲がったらトラックで行きましょう、うん、これすげえな、これちょっと取っときたいですねそうね、これだからお客さんとから引き上げるときにちょっと乗ったら、うん、っつってこれ GR 乗ったことなかったから、はい、ほらスノヤリスからのイメージだから、はいはい、もう飛び級でなんだこれっつって売っていいのこれってなって感じ、ゴリ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 とか言って、はい、これすごい。でクラッチは正直ミートポイントが少し分かりづらいというか、うんうんうん、慣れないと結構後ろだし、うん、こうハンクラがちょっと範囲が狭いというか、うん、そうね、やっぱりメタルクラッチでこうカツッと繋がっちゃうから、うんうん、そうですね。でこのちょっと、聞こえました今バンバンってすげえ。これだからなんかもう多分ですけど、その走りを楽しむとかどうこうっていうんだったらもう多分普通の GR だと思うんですよ、うんうん、その先っすよね、うん、なんかこれで本当にサーキットに通うとか、うん、もしくは本当にそのレース活動に近いことを、うん、トヨタのそのプログラムもつけてやるとか、もしくはもうこれをコレクションで取っとくとか、そうね、それ級っすよね、うん、これこのシフトはびっくりしたな、これ興味ある人絶対これシフトだけでもこう触ってほしいですよ ね、 ね、乗るのはできないですけどショールーム来てもらってこのシフトを触るだけでびっくりしますよね、うん、多分分かる人ならね、これすごい。ちょっと参ります。あ、やっぱり加速はそんなにびっくりすることじゃないですね、うんうん、やっぱり馬力が一緒なだけあって、でも冷静に考えたら、あ、すみません、冷静に考えたらそんなに劇的にパワーアップしてるわけじゃないじゃないですか、うん、そうね。でこのセッティング、まあ、タイヤが結構でかいと思うんですけど、うん、それでつくば3秒違うって、うん、もう化け物ですよ、うん、で今後のそのアップデートプログラムでその馬力まで入ってるのかどうか知らないですけど、なんかエンジンのそのチューニングは予定してるらしいですよ、うん、そのホームページには詳しくは書いてなかったんですけど、だこの合成だったらまだまだキャパシティはあるんだろう ね、 うね、うん、全然いける感じがします、うん、本当に多分余裕だと思うんです。ただこのホイールベースの短さだから、そのサーキットもね、そんなに高速サーキットっていうよりは富士とかよりは筑波とかの方が楽しそうな気はするけど、知らんけど。これはびっくりした。これだって街乗りのこんな短いちょっとした市場でこんだけ違い感じるんですよ、うん、これ峠ワインディングサーキットなんて言ったらもう全然別の車ですよ ね、 ね、軍祭とか、うん、あ、軍祭とか走ってみたい走ったことないけどすげえ、うん、いやマジでこれ乗ったら本当すいませんでしたって感じです、うん、いやちょっといろいろ思ったんですよ、そのクラッチのとことか、うん、もうここまでやるんだったら別にこの電角とかいらないんじゃないの、うん、とか、はい、もしくはもうちょっと特別感もやっぱ欲しいよねと思ったんですけど、はい、十分ボディとこの中身が特別でした、うん、こんな車ない。これをヤリスで作っちゃってるね。そうですね、どうかしてますね、うん、まあまあサーキットのもう一個手前で WRC ね、はい、
ていうとこからのフィードバックも大きかっただろうしね、それをこうサーキットにさらに広げていくってみたいなところは本当にいかに狂ったことをやったかっすよね、この5年10年すげえな。だって当てに800万のヤリスじゃないよね。そうですね、いやだってベース、まあ、もちろん全然別の車ですけど何台買えるんですかっていう話じゃないですか、うん、これローダーで取り入って積ん で、はい、で岩崎でローダーのが給油してる時に、はい、あの岩崎のおっちゃんが、はい、おー GR じゃないなんつって欲しかったんだよねなんつって、はい、これ800万っすよって、そんなすんのこと GR っつって知らなかったみたいです。そうですね、普通の人は GR までですよ、ね、そのさらに上に ML なんてあるなんて、なんか違うのこれっす、いや特別な GR なんですよっつって。だってオートサロン、今でも覚えてるんですけど、オートサロンにこれの骨組みを展示してたんですよ、うん、メーカーがそれ展示してたんですよ。こことここ補強しましたみたいな、なんか赤だかなんか緑だかなんかでこうラインが引いてあって、こことここ補強しました、それ誰が分かるんだよと思って。まあまあでもオートサロン来る人は分かるのかと思って、うん、あれちょっともうどうかしてますね、ポルシェ級にどうかしてると思いました本当に。で言ってもだってカスタムカーの祭典じゃないですか、うん、そうね、あそこに、ね、フレームのこんだけ接着剤あの延長しました。いやまあでも好きな人には刺さってんでしょうね、うん、はい、いやマジでちょっと なんで当たんなかったんですかね。おかしいな、トヨタの本気を感じるよね。ああ、いやマジでマットスティール応募したんですけど、うん、あのお手紙届きましたもん、うん、当たるわけもなく。いやすごい、これでもハンクラ本当にハンクラで進む時にも音出ますね、うん、そうね、うん、ちょっとじゃあインタークーラーウォータースプレーをしますね。あ、うるさくなってる気がする。あ、っていうかあれだ、後ろの座席がないからだ、うん、あ、そうだね、直に聞こえてきちゃったね、はあ、普通のヤリスなんか全然うるさい。ああ、うるさい。なんか水道水でいいんですよね、確か、うんうん、すげえなー。でもこんな車もう出ないでしょうね。そうね、なんか社長が交代して新しい社長もなんか、うん、なかなかなこのモータースポーツ好きの方らしいですけど、うん、でももう出ないと思うんですよね。でも時代がだってもう無理じゃないですか。そうだね、だからこうレシプロで作ってくるのはもうほぼほぼ最後っていう感じだよね。ですよね、おそらくハイブリッドとか、うん、もしくはなんか合成燃料とか別のものになっての可能性あると思うんですけど、うん、昔ながらのこの内燃機関でこんな車を作るのは多分もう無理でしょうね、うん、もう最後に近いだろうね、うん、だから今はまあプレミアもついてて、まあ、ほとんど流通してないらしいですけど、なんか ぼちぼち出てくるんですか、うん、時々オークションでは出てくる、はい、それもたまにね、うん、でもそんなもちろんそのプレミア価格で流通してるわけじゃないですか、うんうん、でもあと5年か10年か15年したら、うん、いやあの時あんだけの値段で買えたんだよなって、うん、安かったよなっていう時代が来るかもしれない。この音ね、機械的な音ね。本当にうちのかみさん乗せたら壊れてるよって言われました。なんかガチャガチャゴリゴリ言うんだけど、本当になんかノリというか車の雰囲気で言ったら本当 GT3RS ですよね。あのぐらい特殊さを感じます、車の形とこの音と雰囲気と、うん、で本当に現場で戦ってる車をそのままナンバーつけただけなんだなっていうのが感じますね、うん、これすげえな。いやーちょっと欲しい。まあここはまあこれはでも正直小物入れが良かったです。僕これごっそり交換できないのかな、サーキット用にいろいろここに多分そうだと思いますよね、コンピューターやらモニターやらのメーターつけたりとかつけたりっていうことなのかね、うん、おそらく。へえ、すげえな、びっくりした。いやでもそのパーソナライズドプログラムとかでそれこそそのステアリングとかなんかいろいろ、うん、サスペンションとか
その辺のソフトとかハードとかも全部調整してくれるらしいんで、うん、もうそしたらだからもう一生乗れますよね、うん、そこまでやってもらったら。そうね、うん、あとはそういうスクールとかがね、おそらくあれば、はい、あんのかな、どうなんですかね、うん、でも最近トモスさんもなんかそのなんだっけな、なんとかカレッジ、うん、はい、フォーミュラーカレッジだ、うん、って言ってその、まあ、フォーミュラー体験ができるそのスクール的なのを始めたりだとか、うん、スポーツカーメーカーはほらオーナー向けにそういうサーキットのスクールとかやってるじゃない、ポルシェとかフェラーリとか、うん、だからだんだんこう二極化してってると思うんですよ、うん、なんかそういうもう単純に移動の手段の車と、うん、本当にその趣味の楽しむための車って、ね、うん、もう昔みたいになんかその一車種で楽しんでるやつもいれば、うん、移動に使ってるやつもいるみたいなのはもう多分なくって、うん、もう本当に走る車は走る車言ったら、だってもう本当にこのご先祖様の 86?、うん、なんて言ったらだって普通の市民の足じゃない。そうね、はい、それをだって峠で走らせて、うん、はい、すげえな。でクラッチはそんなに重くないです、ちょっと重いかなぐらいですよね、うん、それよりかもこのニュートラルでクラッチを出したこのガラガラ音がガラ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 、はい、感じれますよね。だからもうクラッチが切れてるか切れてないか音で感じれる。いやミニに強化クラッチ入れた時も、まあ、多少音しましたけど、うん、ここまでじゃなかったな。シャ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 、すげえな。やっぱり音だけだな、マフラーの音だけだな。そうだね。いやこれはもうしょうがないかもしれないですけど、うん、もうちょっとこう特別感が、うん、はあ、もうちょっと演出できたかもしれない気がするけどね。ああ特に輸入車音でかいじゃないですか、うんうん、全般、うん、もうちょっとなんかまあもちろんそのルールが違うんでしょうけど、うん、もうちょっと頑張ってほしいですよね。そうね、さっき言ったように前期のジョン・クーパーは、ああそうですね、そのぐらいの音、ぐらいの感じの音がね出てると確かに、まあ、もちろんその迷惑にならない範囲で、うんうん、やっぱりこう音はやってほしかったな。まあいろいろパーツもあるんでしょうけどね、うん、うわすげえな本当にガコンガコンガコンってこっちか。普通の交差点曲がるぐらいだったらデフ言わせないでバキバキ言わせないと、ね、停車状態がこう、うん、こうクイッて出たりするとバキバキバキゴリ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 っつって、すげえな。いやもう片鱗を味わっただけですけど十分です楽しかった、うん、だからちゃんと腕のある人がサーキット持ち込んだら、そうですね、あやっぱ違うわっていう玄人好みな車なんだね。いやでも僕みたいな素人が街にこうプッてちょっと走らせただけで、うん、全然違うって感じるのはこれすごいっすよ、うん、プラシーボじゃなくてもう全然違うっすよ、シフトもステアリングも車の動きも、あとは本当にダイレクトにいろんなものを感じますね、うん、多分その足回りが温まってるとかタイヤが温まってるとかっていうのも、うん、多分これ返ってくるっすよね、うん、ちゃんと。だってショックの減衰だってその中のオイルの温度って全然違いますからね、うん、タイヤだって温まってるか温まってないかでグリップ全然違うし笑っちゃう。いやーこれすごい。 MN は伊達じゃない、めっちゃ、ま、もう伊達じゃないっすよこれやっぱり真面目に車作ってますねトヨタ。そうね、うん、感心した、すごい、ありがとうございます。はい、で最後になりますけども、思ったのはちょっとこう街乗りにはやっぱり向いてないかなと。そうですね、コレクションにしていただくか、はい、もう本当にこれを全力で遊んでいただく、楽しんでいただく車になるんじゃないかなと思います。でもちろん割高かどうかはかなりこうお買い求めなさるお客様によってだいぶ違うかと思うんですけども、やっぱりそれなりに、まあ、使える方であればしっかりメーカーの方でやってある車なんで、まあ、しっかりそれ答えてくれるようになってるんじゃないかなと思います。というわけでこんな珍しい車の買い取りなんかも、はい、
ぜひぜひお任せいただければ、ぜひお声掛けいただければと思います、はい、国産車、はい、輸入車問わずですもんね、はい、ぜひお問い合わせくださいというわけで今回はトヨタ GR-MN ヤリスサーキットパッケージをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。